ほぼ中央にある四国最大の都市松山市は温暖な気候に恵まれ、道後温泉などの良質な温泉が湧き出ています。また夏目漱石、正岡子規に代表される文学の地としても有名で、当時の風情を思い起こさせるこちらの列車が今も地産を走っております。お土産ならやっぱり上島名産安岡かまぼこ、愛媛伝統工芸士認定安岡かまぼこのだこ汁揚げ巻きがおすすめ。 JR 松山駅内改札口の鍵橋松山店、イオン松山店にて揚げたての老舗の味をどうぞ。冷たくしても温かくしても美味しい五色そうめん。美しさと伝統の味、五色そうめんは民謡伊予節にも歌われています。松山の美味しいお土産は亀井製菓のもっちゃん団子、伊予柑タルト、栗タルト、新発売の坂の上の雲、いろいろ揃えて心を